カードマジックをご覧いただきましょう。こちらに一組のカードがあります。色違いのカードが1枚だけ用意しました。これは予言のカードですから後ほどお見せいたします。ではこの一組のカードの中からお客様に1枚カードを選んでいただきたいと思いますが、このように表向きでカードを配っていきます。ですから、好きなところでストップとおっしゃっていただけますか。ストップ、このカードでよろしいですね。これは表向きのカードの中に裏向きで1枚だけ置いていきましょう。残りのカードを重ねていきます。当然このようにするで異なる感じですね。ではお客様が1枚だけ差し込んだカードですね、確認してみましょうか。ありましたね。選んだカードはスペードの2ですね。では予言のカードをご覧になっていただけますか。